まだちょっとここで霊感発動させてほしい。なんかヒットするここ。おー、夢に見た廃墟。廃墟、ここも心霊スポットなんですよ。何かヒットするようだ。廃墟、廃墟。今幽霊よりありに見たくないものを2つ見てしまったのですが、うん、毒蛇被害多数っていうのと熊出没注意っていうろくでもねえ看板、2大看板が立ってたんですけど、後ろに熊出没注意の主天道寺のところから漏れ出た何かなのか、はたまたここにまた別の悪い子がいるのか、あたりがちょっと気になるポイントかな。どうされました？いかが、ここは。ん？あなたがそうやってじっと見てるってことは何かがいるんだろうなって思ってる。害あるかどうかはさておいて。
ねえ、あ、はい、ここ入りたいな。夜来る価値ある系です。どのみちあっち行くんだったら来ることになるんだけど、これが手に負えない何かがおるってことでしょ。まあコメントなので、それは正直なんていうの、信憑性どうかわからないけど、まあワンチャン強敵いるかなぐらいの。目の前にとんでもないラスボスいるんだよね、大妖怪が。目の前のその四天王寺という大妖怪の前では大抵の幽霊霞む気がするけど、まあここだな、やっぱり。どこ見てるかだけ教えてくれるとカメラを向けやすいんですが、あの県境の隣の柱と柱の中に白い顔がいるの。白い顔がいる、うん、白い顔がいるの。女性男性わからない。お、もしあれならここの体験談、体験談というか心霊の記事語りますけれども、全然映らない。ほら、ん？そう、ごめんなさい、もう一回行ってもらっていい、顔の場所。あそこ2階の天井、天井の白い蛍光灯の隣のマス、マス目が見えねえ。は、誰だろう。あ、消えた今。あら、ここは殺人事件が起きており、被害者となった女性の霊が現れると有名な心霊スポット。それ2階で殺されてない？はい、遺体は管理棟2階に放置されていたらしい。殺されたかは知らんけど遺体は2階にあるな。だよね、今のカメラに撮った俺の、これ撮れた？2階におるっていう。2階の窓から女性がこちらを見ていた。壁を叩く音が聞こえてくる。あ、それはわかる。女性のすすり泣く声が聞こえてくるといった噂がある。写真を撮ると赤い服を着た女性が写るとも言われている。おそらくそれもわからん、白い顔が見えるだけでも。殺されたの2階だな。ここ、それもここだな、この真下だな。2階の要は部屋の真ん中ぐらいで殺されてる。そう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 。まあ、おそらくどれも被害者の女性の霊なのだろう。相当な恨みの念があるようで、侵入者を襲ってくるという凶暴な面も見られる。あるな。あるな。そんな悲痛な霊を鎮めるためか、建物内部の至る所にお札が貼られているが、あまり効果はないようだ。どうなんです？お札ありました？ちなみに中見たとき。ない。ない。お札全部剥がされてますよ。なんかこれ以上進める勇気がない。一定ラインの実力者はおるな。じゃあ
うわ、真っ暗、何も見えねえな、これ。ライト持ってきます？取れねえな。全部ボケるやんって、ほとんど。これ見て、こっちとさ、これボケ取るやん。こっちはっきり映るやんって。何か映したくないものが、自分が殺されたとこはあんま映されたくないな。でもでも1階やからな、2階に登れんねん。ここに設定いるんだよな。設定いるんだよな。今するんだな、ちゃんと。なんかその殺された女性の方か知らんが、やばいのが。ちなみにその一人だけですか、幽霊さんは。誰も寄り尽くさせるみたいね。まあ基本殺された人は人間不信に陥るんじゃないのかな。でもやっぱり夜来たら取れそうな感じですかもな。ね、なかなか心霊スポットという空き家を探して行ってんですけど、よいしょ、よいしょ。こんな感じです。もうね、もう邪魔します。誰かいましたら顔を見せてください。いませんか？いたら手を挙げてください。足元引っ張らないでください。足を引っ張るぐらいなら映ってください。ブン、音がしましたね、上から。